こんにちは、トシです。今日はこの 3D 骨盤8の10運動の骨盤ローリングトルネ8っていうのをやってみようと思います。下腹、ウエスト、ヒップ、太もも、気になる部位を8の字刺激が駆け巡る、一輪車の動きからヒントを得て、横方向だけでなく縦前後方向も総合的に鍛える 3D 骨盤8の字運動を実現しましたということです。ですね、スタジオヨギの、京先生、これは確か道端カレンさんとかの本の監修もされてると思います。ちょっとじゃあこれを試してみようと思います。なかなかね、こういうのはいまいちっていうのもあるので、で中身はこの円盤と足に留める分ですね。でこの円盤に1番2番3番とあるので、ここに合わせて、両面ともあるので合わせて左右をつけようと思います。とりあえず1番から、取り付けは簡単です。で、足につけてみようと思います。割とマグチックテープは優しいマジックテープで取れやすいです。じゃあつけてみました。それではやってみようと思います。結構大きく動かない、ほんと骨盤お腹から大きく動かないと足だけでやろうとするとうまくこげないので、下腹の方には効いてくると思います。目安はなんと5分ぐらいと書いてあります。とこんな感じです。と3に合わせてみようと思います。取るときはここの取り付け部分をグッと押すと取れます。これで。3に付け替えて、多分フックを着てない方がずれなくていいですね。フックがずれてくるので、なんかずれてくるんで、この箱の人みたいにスパッツとスパッツだけでやるみたいな方がいいと思います。3にするとすでに足がこんな感じの体勢になります。これは1よりもかなり大きく動かないと、自転車をちょっと漕いでるような感じです。ちょっとずれます。横からかなり大きく上下しないと、上下しないと、いや、で動けないです。
このぐらい動くと、ほんと下腹の運動にはなりますね。あと説明書に椅子に座った状態とお尻歩き、床でお尻歩きが載ってたので、ちょっとやってみようと思います。ちょっと2に します。多分椅子はあんまり腰が動かせないのでやりづらいんじゃないかなと思うんですが、と2でやってみます。かなりやりづらいです。座ってやった方が股関節、この前の股関節周りとか下腹にはより効果的なんじゃないかなと思います。ちょっと横から結構もぞもぞします。これやるとき絶対こうならない方がいいです。姿勢を良くして骨盤を起こしてやった方がやりやすいです。ちょっと疲れてきました。今度は床に座ってお尻歩きをしてみようと思います。ではお尻歩きをやってみようと思います。それじゃあ行きます。よくこのお尻歩きとか何もつけないでやるエクササイズがありますが、これつけてやった方がハードルも上がって楽しいと思います。ちょっときついです。ちょっと横から見た感じはこんな感じです。結構大変です。はい、よいしょ。はい、割と思ったよりも運動になりました。こういうのは結構なんじゃこりゃっていうのも多いんですが、しっかりと骨盤周りを動かせる、下っ腹とか動かせるかなと思います。なかなか普通に歩いてても股関節もしっかり動くということも少ないので、これを使うと股関節骨盤しっかり動かせるかなと思います。思ったよりは運動になるので、気になった人は試してみてください。これ、最近メルカリとかにも使ったもの、紹介したものを出してたりもするんで、下の概要にメルカリのリンクもと、あとアマゾンのリンクも合わせて貼っとこうかなと思います。気になった人はぜひ試してみてください。じゃあね。